くるくる高山ひろです。そして今日はなんと、はじめまして、三浜ゆいです。ゆいちゃんが遊びに来てくれました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ちょっとちゃんと話すの初めてだから緊張してます、うん、はい、私も今日はちょっといつもと違う場所に来てるんですけど、ここはどこかと言いますと、渋谷にあるシーシェアさん、ミラノテラスさんに来ています。普段シーシェアとか行きますか？私は初、初、人生初、初バージョン捧げます。ありがとうございます。嬉しい。どんなイメージですか？最初は体に悪いと思ってた。水タバコって言うから、うんうん、なんかそのタバコっていう言葉がちょっと抵抗感があったんですけど、うんうん、今日はご一緒するってことなので、せっかくの機会なので来てみました。本当です。ありがとうございます、はい、うん、私はもうめちゃくちゃ好きで、うん、月に1回ぐらいは行くかな、うんうん、もうガンガンな感じです。普段真宙にあってここは見たことありますか？うん、はい、もちろん。でも本当に、うん、本当に見たことあって、あの女優さんの事務所の面接で行く前に、うん、ただいまひろさん知ってたので、チャンネル見たこともあったし、うん、今日ここに来るっていうので、あの最近のも予習しました。ありがとうございます。、はい、女優さんになったのって、うん、いつ頃？去年の10月デビュー。あ、じゃあまだ今1月だから、うん、3ヶ月くらい、うん、そうです。すごい、ひよこだ。ひよこです。でもなんかすごい慣れてる感じ。え、いや、見てきたから喋ろうって、頑張って喋ろうって、そういう気持ちです、はい、前に事務所のイベントで三浜ゆいちゃん見かけた時に、私すごい可愛いなと思ってて、でもめちゃくちゃ人見知りなんですよ。だから自分から話しかけられなくて、うん、マネージャーさんとかに三浜ゆいちゃん可愛いと思うっていう話をしてたら、今日こうやってお仕事の機会にもらったので嬉しいです。うん、私も本当にずっと前から知ってたので、お会いしてもちょっとチラッと目合っても、なんか行けなくて全然。そう、だから今日はすごく楽しみにしてきました。当たりそうなくらいですか？どんなイメージですか、ゆいさんから見て真宙さんって？え、可愛らしい感じです。で、実際会ってもなんか話す感じがふわふわしてるし、なんかこのずっと目見てくるのもちょっとなんかもうやられました。癖なんですよ、ちょっと人の目見ちゃう癖があって。そう、なんか人見知りって言ってたから、うん、じーって見て、うんうんってするので精一杯なのかなって思って。これが精一杯。でもそれがめっちゃ可愛い。可愛い。キュンキュンしました。ありがとうございます。はい、じゃあ今日の企画はですね、うん、女の子をエッチな気分にさせる新車作り対決をしていきたいと思います。うん、初めてだからちょっとわからないと思うんですけど、うん、新車作りからするところまでやって、うん、トークをする感じです。うん、はい。はい、楽しみです。自信のほどはどうですか？え、自信、え、全くわからないんですけど、新車のこと。本当にそうです、吸ったこともないんですもんね。ない、煙が口から入って口から出すと、うん、っていうことしか分かんない。ちょっと兄ちゃんが吸ってるの見たいな。逆になんか真宙さんはもうフレーバーとかも、うん、自分のお箱のやつとか、うん、これを入れたいとか分かりますか？そうですね、なんとなくすごい想像はしてます。結構新車さんとか言ったら、うん、なんかお姉さん何と何混ぜますかみたいに聞かれるじゃないですか、うん、初心者の人だとえーって困っちゃうと思うんですけど、うんうん、もうすぐパッと、あ、じゃあこれにこれ混ぜてくださいとか言えます？割と決まってるやつはあるので言えます。ほら、また見てきた。これ何ですか？困っちゃう、後輩困っちゃいます、それ。無視。無視でいいんだ。わかりました。覚えました。じゃあ早速作っていきましょう。はい。はい。はい、ということで、ちょっと新車作り多分お二人ともしたことないと思うんで、店員さんに来ていただきました。のどかです。お願いします。私ちょっと新車作ったことないんですけど、作る流れってどんな感じなんですか？流れとしては、まずフレーバーを選んで。うんうんうん、とそのフレーバーをミックスする、うんうんうん、で最後にトップっていう
機材があるんですけど、うん、そこに詰めて炭を乗っけて、うんうん、温めて味を出していくっていうのが基本的な手順になります、うんうんうん、同じフレーバーでも割合を変えたりしたら味が全然変わるとか、うん、そういう感じですそうです、うんうん、おっしゃる通りです。初めてでも作れますか？まあ、少し難しいところはあるんですけど、全力でサポートさせていただくので、ありがとうございます。一緒に食べましょう。お願いします。お願いします。一応こちらが当店にあるフレーバーのメニューになるので、うんはいはい、こちらから、まあ、大体 2,3 種類ぐらいが基本的にミックスしていただく種類になるかなと思います。女の子がふわふわした気持ちになれるようなフレーバー、はいとかで言うと、うん、一応お花系のローズとか、うん、ジャスミンっていうのが昔から結構幸せ効果というか美白効果に近いものが出てるって言われてたりするものが結構あるらしくて、ね、そういう系とかあとチョコレートだとカカオに結構幸せ効果が出る成分が入ってるので、うん、やっぱり香りだけでもふわっとした気持ちにはなれるのかなって感じになります。なるほど。まひろさんがいつも選ぶやつはちなみにどんなのですか？私いつも選ぶのはレモングラスとかティーとかピーチヨーグルトとかそういう感じです。なんで今日はちょっと違う感じにしたいなって思います。え、選びました？うん。え、早っ。でももうちょっとある程度決めたの、決めてきたの。 あ、そうなんだ、うん。4つって多いですか？全然4つの方もいる。じゃあ決まり。じゃあちょっと決まったみたいなんで、じゃあまひろさんから発表していただいていいですか？はい、私はパンラズナダブルアップルハニーミントです。おお。考えとかどういう思いかちょっと聞いてもいいですか？なんかパンラズナを昔吸ったことがあるんですけど、ちょっとお香っぽい感じ、あまり他では嗅げないような雰囲気の香りが結構自分の中では来たので、これをぜひ他の人にも体験してみてほしい気持ちでございます。他のハニーとかはそれに合わせに行ったって感じなんですか？あ、そうです。なるほど。ちょっと美浜さんも聞かせてもらっていいですか？はい、私はラズベリーとストロベリーとローズとワッフルキャラメル。おお、すごい。え、すごいね。甘そう。スイーティーな感じ。あ、はい、そう、スイーティーな感じでエッチな気分になるっていうテーマだったんで、ちょっと匂いを意識しました、うんうん、はい、じゃあちょっと早速これで作っていきましょう、うん、はい、お願いします。お願いします。そしたらまずは先ほど選んでいただいたフレーバーをお出ししたので、はい、好きに開けてもらって大丈夫なので、なんとなくすごい、どんな味を多くしたいかなとかっていうのを今考えていただけると、はい、開けて匂い嗅いでいただいて大丈夫です。すごい、はい、こんなレアですね。 ないですよ。全部の同じポイントとしては、これが全部のお目当てのグラム数を12g にしたいので、うん、全部合わせて 12g になるように入れていってほしいです。そうすぎて、ポンポンポン、あ、結構多くいっちゃった。あ、入りすぎた。あ、まだミントだけだったら戻してる。本当ですか？予想よりもすいません。リアンドさんできました？まだ、まだ、あと 4g。 まだ5、お、迷っています。作るの大変ですね。もう大変って思ってます、この時点で。あ、いっちゃった。12。あ、全然。まあ、12から15の間はミリの差なので。え、すごくないですか？ピタリ賞。完成。じゃあうまくしてほしい。あ、これを、はい、そうです、はい、イメージとしては、はい、全体の葉っぱの大きさが同じになるようになります、うん、ついでに混ぜながら。あ、はい、はい、どうでしょうか？あ、いい感じです。はい、オッケーです。今度はこれをスプーンで、はい、こっちか、こっちに、はい、はい、縁に、縁に。で、この入れる時のポイントがギュッて入れるんじゃなくて、ふわっと空気が全体に通るイメージで入れてもらえると、はい、
なと思います。難しい、ちょっと不器用な私には難しい。あ、すごい上手、うん、不器用やね。え、不器用ですか？結構不器用です。でも上手です、もうボロボロしてます私のできた。え、匂い嗅ぎたい。あ、全然違う。ミント？ミントも違うかも。いや、ツンってする。パンダスマ。パンダスマって何なんですか？何なんですか？なんだろう、香辛料に近い感じなんですか？スパイス系とかスパイス系って言われてる。ツンした。結構好みも分かれるかなとは思います。全く違う。そしたら浅いのがあると思うんで、ここ結構大事になってまして、持ったコップのこの縁あるじゃないですか、ここからまずフレーバーがはみ出ないようにこうちょんちょんちょんって鳴らしてください。ちょっとそれを、はい、こんな感じで、はい、でその時に押し付けないようにフラットのままでお願いします。押し付けないように。そうです。で押し付けるとどうなるんですか？と空気が入りにくくなって、いわゆる重い C 社、吸いにくい C 社になっちゃうんです。お、いい感じです。綺麗。そしたら次最後、アルミの貼る工程がある。ここちょっと難しいので、そしたらまずアルミを渡してるので、まあ、三角でも四角でもいいんですけど、二重になるように持っていただいて、そしたらこの、さっき作っていただいたコップの上にかぶせて、はい、これをピンと貼りながら巻きつけていきます。ここです。ピン。そうです。この時に一番目が真っ平らになるように。え、めっちゃ平らじゃないですか。すごい。これは慣れなので。難しい。やばい。あ、綺麗。めっちゃ綺麗。いいですか？え、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。そしたら。下に余っている部分をこれを巻きつけます。めっちゃ綺麗です。こうねじねじしながら巻きつけていく感じ。そうですそうです。一回なんか失敗しちゃったら新しいのにしないといけない。そうですね、基本的に穴が開いたり破けちゃったりすると新しいのに、ちょっと直して直したいちょっとお借りします。はい、ヒロさん、直しなし、修正なし。力だけはあります。はい。そしたら今爪楊枝をお渡ししたので穴を開けていきます。はい、でここの数で C 社の重さ軽さが決まります。うん、穴が少ないと通る空気が少ないので重くなります。うん、多いと軽くなります。うん、なので基本的にはこの縁側に好きなだけ開けてもらう感じになります。はい、こんな感じで、はい、好きなだけ開けてみてください。はい、重めが好きな場合はどのくらいの感覚で、そしたら、私がよくやるのは、対角線に開けて、間に2個ずつ開けるだけって感じです。慎重に。1、2、3、めっちゃ綺麗。穴もある。よかった。褒められた。これでコップは完成になります。やったー。それとも綺麗ですね。穴もめちゃめちゃ綺麗。やったー。マイフレーバー完成。完成です。やったー。そしたら、ここからフレーバーを温める作業になります。お手元はこうです。なるように。これを先にこっちにやってみてください。はい、一番上にこんな感じでぐさっと刺してください。はい。さ。5分から8分くらい。え、これ押し込まなくていいですか？押し込んでギュッてやっちゃっていいですか？それぐらいで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。シンデレラフィット、イエーイ今回 C 社が初めてということなので、はい、吸い方のコツを話しさせていただきたいと思います。はい、吸い方のコツとしてはまず吸って肺に入れずに吐いていただくものになります。で、なんで肺に入れないかっていうと、肺に入れることによって C 社は香りを楽しんでいただくものなので、煙の量が減って香りを感じていただく量も少し減っちゃうんですね。なので肺に入れずに吸って吹かしていただく感じになります。コツとしてはまずめちゃめちゃどでかい深呼吸をしてもらいます。で、吐くときは
手を温める感じで、はーとかほーとか太めの息で吐いていただくと、鼻に煙が抜けて香りを感じていただきやすくなるかなと思います。というわけで、ぜひやってみましょう。はい。立ち上げっていうのを今から行ってもらいます。で、立ち上げはお客様に出す前に C 社の炭を、なんだろう、煙を出す作業になるので結構重要になります。まず1吸い目は弱めに長く5、6秒ぐらいかけて弱めに吸ってほしいです。もうちょっと吸ってもいいかもしれないです。小鳥のようにあ、出た。そしたら次は今よりもうちょい強めに吸ってほしいです。あ、いい感じですね。お、ちょっと増えましたね。もう一回いきましょう。吐く時に口を開ける。あ、上手。おお。そしたらいつも吸われてるのかな、いつも吸うぐらいの力で吸ってもらって大丈夫です、はい、今吸ってもらった力よりもうちょっと上げて吸ってもらって大丈夫です、はい。そうです、そうなるのが正解です。大丈夫です。結構喉に来るようになったと思うので、そうしたら炭が今お二人とも4つ乗ってる状態になるので1つ下げます。もうふわふわしてます。さっきの3回目と同じ感じでもう一回してほしいです。お、いい感じです、うん。最後です。全然最後だったよ。めっちゃ今わざとらしかったっすけど、今のわざとじゃないですよ、本当に。なんでそんなこと言うの。なんでそんなこと言うんですか。いや、ごめんごめんなさい、いや気遣ってくれたかなと。違う、本当に。最後、お客様に出す前に炭を縦にした状態で最終チェックをします。うん、その時にこの煙で目の前が見えないくらいの種類になると、うん、結構いい立ち上げができます、うんうん。チェックしてほしいのが、今吸った時に喉がイライラしないかとか、うん、変な酸味がないか、うん、それがこれの味になるので、それを最終的にチェックしてお客様に提供っていう形になります、うん、なので、吸ってみてください、はいはい。最終チェック結構きます喉に。今すごいツンってきた。そしたらちょっとだけ温度を下げる感じしちゃいますね。目を持っていいのにしてくれてる。なんかすごいときめいてる子がいます。自分を犠牲にして。自分犠牲犠牲っていうか、これで完成になります。はい、どうでした？難しかったですか？難しかった、楽しかった。なんかすごい器用だったね、ゆりちゃんが。え、でもあれ負けた、アルミホイル。アルミホイル力だけはあるから。新車すごい好きだけど、こういう体験ができたのは初めてだから、うん、感無量です。おー、ゆりちゃんはそれ何入れたんだっけ？ラズベリーとストロベリーとワッフル、キャラメル、うん、とローズです。おー、甘い感じ。甘い感じで、こっちはパンラズムとハニーとミントとダブルアップルます。うん、じゃあ交換しますか。はい、どうぞ。どう、ありがとうございます。いただきます。はい、お菓子みたいな。そう、甘い感じ、うんうん、ストロベリーを多くしました。なんか吸いやすい。あ、吸いやすいですか、良かったです。私は結構なんか、うん、ミントみたいな感じがする、うんうんうん、全然自分のと違います。チル、ちょっと強いよね、多分。もう一回吸ってみて。
確かに。じゃあちょっと私たちが作った C 社皆さんにどっちの方がエッチな気持ちになるか決めてもらいたいと思います。お願いします。はい、いただきます。ちょっと重めにしてクラクラこさせる作戦も入れてます。うんうん、確かにめちゃめちゃ重い感じになってます。うんうんうん、クラクラします。ちょっとクラッとします。吊り橋効果ならぬシーシャコ、このクラクラはこの人がいるからなのかな。この人ときめきかな。はい、じゃあ私の甘めに作ったので私のシーシャ受け取ってください。いただきます。こっからこっからだから、こっからドキドキさせる。うん、おじゃあ甘い甘いみたいな感じ。美味しいですもん。美味しいですか。はい、うわ悩むな。甘い気持ちにクラッとクラッとなんか迫られてる気がえ、ほのかさん絶対ド M だよ。ド M ですよね。こっちですよね。甘い方がなんか美白みたいな。ね、もう言っちゃっていいですか。え、ドキ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 。今回は広くなる気分だったということで。どっちもめちゃめちゃ美味しかったし好きなんですけど、どっちかってこっちはすごい大人の感じがすごかったなって。向こうだとあざといじゃないですか。確かに可愛らしい。私時からはもう聞いてくださいって、もうここから私始めてたんで。でもどっちもすごい美味しかったです。やったー、すごい初めて並ぶ。うん、素晴らしい。逆に経験の裏目に出たかもしれないですね。ちょっと作詞すぎたか。うん、ツーな味になったのかもしれないです。やっぱウブの方が、素人の方がいいんですね。ストロベリーウブ新車パンチ。どっちも新車だけど。そうです。のどかさん、もしあれだったら、はい、ここに来たお客さんでまひろさんが作ってたものと同じやつとか、はい、宮山さんが作ったやつと同じやつって言ったら作ってくれますか。もちろんです。すごい、これはぜひに来てほしい。来てください。ミラノテラスさんの詳細は概要欄に貼ってますので皆さんぜひチェックしてください。今日はいかがでしたか。うん、C 社作り体験、はい、むせちゃったけど、うん、でも美味しかったです。可愛かった。ありがとうございます。え、作る工程が、うん、この体験できないんですよね。できないですよね普通は。めっちゃ貴重な、本当に楽しかったですね。うん、ゆりちゃん来てくれて楽しかったです。うん、ありがとうございます。また C 社来たいなと思いました。また C 社え、来たいです。うん、じゃあそこを今度プライベートで、はい、ぜひ来ましょう。はい、うん、来ましょう。うん、誘われてる。え、よろしくお願いします。それ、ね、それじゃあただいまひろと美浜ゆいでした。それじゃあバイバーイ。